俺の看板 AWF。はい、どうも、スコレです。今回はですね、とあるね、神のようなアップデートが入って、結構今までね、他のゲームから、新規参入しようかな、みたいな、移住しようかなっていうふうに思っていた人が、その参入しづらい理由になっていたとある仕様バグが修正されるってことが決まったんですよね。今回はそちらについてちょっとね、話していこうかなと。はい。この動画は結構その違うゲームをしている人多いと思うんですけれど、そういった人の中でも、ちょっとなんか、APEX モバイル、ちょっと微妙だなっていうふうに、思われていた方多いと思うんですよね。ですので、今回はそれについてね、ちょっとね、話していって、もう一回その APEX モバイルをですね、触るきっかけになればいいかなと思って話していこうかなというふうに思います。それが、もう APEX モバイルって結構ね、キャラコンの差っていうのがでかかったんですよね。他のゲームから、移住してきた時に、結構すぐ引っかかってしまう壁。このキャラコンの差があることによって、打ち負けてしまうからイコール面白くないっていう風に感じてしまう人って多かったと思うんですよ。実際そこで面白いか面白くないかっていう風に感じるかっていうのは、意識できないんですよね。キャラコンがあって打ち負けるから面白くないっていう風に、自分でその気づけずにやめてしまうみたいな、なんか思うねって感じになってやめてしまう人って非常に多かったと思うんですけれど。今回、無限バニーホップっていうのがあったんですよ。どういうのかっていうと、こうやってその、無限にね、バニーホップして移動できてしまうっていうね。こういう仕様があったわけなんですよ。平たく言うと、これ使うことによってどういうことが起きるかっていうと、移動速度が速かったりとか、あとはですね、例えばこうやって行きますけれど、横向きでこうやって移動しながら、できるっていうですね、高速移動ができるっていう感じの仕様になっていたんですよね。で、こんなんね、普通に無限にバニーホップされてから、それでなおかつなんか撃たれたりしたらもう勝てないじゃないですか、みたいな感じで思ってる人って多かったと思うんですよ。これのせいで、すごいですね、上位帯っていうのはすごい難しいっていうですね、風になっていたんですが、今回こちらの方がですね、なんと削除されるっていう、修正されるってことが、APEX モバイル、APEX レジェンズモバイルの公式の方から発表されたわけなんですよね。こんな感じでね、APEX レジェンズの、公式のツイッターの方ですね、は発表されてまして、バニーホップで、運動量がですね、ずっと維持されてしまうのは意図していないですから、次のアップデートで、修正されますよっていう風になってますね。そういう風に、言われてますので、バニーホップの方、修正されて、キャラコンの部分ですごいですね、打ち合いしづらいっていう、打ち合いしても、M 合わんから無理だろっていうですね、そこがあったところが、ようやく変わるっていう風にやってますんで、皆さんですね、その辺覚えておいて、修正された後、再びですね、APEX Legends Mobile の方ですね、ダウンロードしてやってみるっていう、僕らの概要欄の方にも、ダウンロードリンク貼ってるんですけれど、そちらの方からですね、導入していただいて、他触ってみるといいんじゃないかなと思いますね。一応ですね、アップデートの時期っていうのは明言されてはないんですけれど、直近でアップデートで修正されることが予想されますから、皆さんですね、実際修正されてプレイしてみるといいと思いますね。で、今回はね、ちょっとね、ローバの方を使ってランクムの方をしていこうかなというふうに思います。 OK です。早速やっていきましょうか。自分最近ね、間欠戦が好きなんで、間欠戦ちょっとね、行きましょうかね。好きなんだよな、ここ。もうすごい好き。キャピタル行くよりもこっちの方が好きですね。ワンチャンキャピタルに流れることもできなくもないんで、結構ね、よく行ってますわ。OK、とりあえず、武器1本あったけど、この武器弱いんだよな。敵おるんだ。さすがに味方カバー感じですね。ちょっとすぐそこおるんで、行きましょうかね。これ。とりあえず、パキロとシーフっていうね。キュール。外おる、こいつ。シールドをリチャージ中だ。コールだ。リロード中だ。とりあえずなんか撃っとったら当たるやろ。ああ、よく撃った。この武器弱え。ちょっと。ちょっと弱いっす。ちょっと。これやったかな。コールみたいな。逃げたね。グローバさ、毎回その自分ある程度戦い切ったら、ウルト置いてるんですよね。ウルト置いたらさ、あれなんですよ、アイテム漁る時間が結構ね、短縮できるんで、単純にそこが強いですよね。アイテム全然入ってないけど、もうちょっとなんかね、あれな場所に置かんといけないんですけど、またおるみたいですね。行きましょうか。ちょっとどこやろう。大体しか分からんからね、この辺。3人おるんやな。もうこんなん詰めればいいからね、3人おるんだったら。撃たれてますね。やる、頑張ってる。今全然全然いけたよね。超頑張ってる。スコープないときついよね。 OK、 これ一緒。シールドをリチャージ中。ちょっと回復しよう。これ味方
減ってるよ、ね、敵かぶってるな。行こう、進めよう。これ火薬されちゃうんだよな、ね、こうなると。これさ、ローバ乗るとさ、この間欠線のこの入り口あるし、目の前に。このさ、入り口の近くにさ、ウルト置いたら、宝物庫のアイテムあさるんですよね、ウルトで。そう、あさるとウルト壊れちゃうんですけれど、ただまあ、中のね、シールドが取れるんで、これでシールド取れるのはね、マジでね、クソ強いっていう、これ黄色取れるんですよね。まあ、こんな感じでね、取れるんですよ。こうやって取れるっていうね。強くない？マジ。音鳴っちゃうんで、場所バレちゃいますけれど、最近結構よくピン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 言ってるんで、まあ、あんま関係ないっていうね。あんまこの鳴ってしまうっていうのがデメリットになってないっていう。うん、まあ、他にも一応なくはないですけれど、そんななんか痛くはないんで、でもこれ普通にこの黄色取れるのが強い。黄色のね、アーマー取れるのがもう普通に強いですね。はい。これ好きで結構最近ローバーばっか使ってますね。単純にその味方の物資とかも固めれるんで、やっぱね、上の方に上位行きやすくなるからですね。まじ普通に自分で使うのが最近ね、ローバーいい感じって感じっすわ。最後ね、結構、あれなんですけど、あ、おるんだ、次。結構もう最後の方なんですよね。どこ？話。舞台数が結構多いからね。めっちゃなんか、四方八方に寄る。ちょっとどっか寄りたいな。真ん中ぐらいちょっと危ないからね。ちょっと詰めよう。スコール。下降りていいんじゃない？ちょっと一回降りて。削る。削ったらなんかなんか。たお邪魔だ。これでいいっしょ。ここで標的を確認。すごい。一応なんかなんか舞台数減ったんですけど、いつの間にか。めっちゃ敵かと思った、普通に。めっちゃ敵やと思った。いや、おい。いや、おい。あれ、シールドあいつ赤だ。赤のシールド全然削れんかな。敵やと思った。普通に。いつの間に。絶命に当たらん。最後なんだよ、ナイス。もう、地道に削るしかない。逆側に盛るんだ。両方の、裏両方から出てとるって感じなんだな。最後結局、なんもないところで走り回って戦うみたいな感じなんだけど。やべ、アンチ来る。アンチ弱いんだよな、こっち若干。先にこっち、アンチが終わるから。あ、呼んでね。これ、厳しいでしょ。あった。バブル。一回これ死ぬやろ。マジで。やべえ、これ死ぬ。やばい。ちょっと消せろ。やべえ、まあ、った。これ結構削っとるけん、ワンチャンやろ。あ、なんか、やばいやばいやばい。あ、危ねえ。オッケー。ん？あ、これ復活モップだよ。オッケー、ナイス。やったぜ。はい、そんな感じでやっていきました。Apex Legends Mobile の方なんですけれども、まあ、概要欄の方にですね、リンクの方を貼ってますんで、そこからダウンロードしてプレイしてみてください。そしてプラスですね、公式の Twitter と LINE の方もありますんで、皆さんよかったらそちらの方もフォローしてみてください。そんな感じです。それでは。